アナキンだ。おい、みんな聞いてくれ。今、司令本部に連絡が入って、ブンブン2体が大暴れしているらしいぞ。我々の出番だ。よし、行こう。よし、行こう。何を言ってんだ。まあ、こっちに来てくれればわかるはずだ。痛い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 。とりあえず行くぞ、みんな。何の話だ。出張。出張ってない。見ろ、あそこにブンブンが大暴れしてる。閉じ込めといたらいいんじゃないの。閉じ込めてるけど大暴れはしてるんだ。これを倒しに行くぞ、今から。なんで閉じ込めてるのに倒さないとダメなのかよ。よし、行くぞ。変身、じゃじゃん、マリオレッド、ルイージグリーン、なかなかグリーン。違う、何を言ってんだ。ピノピオブルピノピコピンク、我ら4人揃って。すごいプロペラ記録はすごいけど、タイムスまで待っとこう。それいいの。キノコ戦隊マリオレンジャーしーよし、早速初ミッションだ。キノピコピンク、いつピンクになった。キノピオブルー、行くぞ。下のブンブンをぶっ倒しに行くんだ。さあ行くぞ。おりゃー、よし行け。キノピコピンクがピンチ。変身ないけど。変身しました、変身しました。あ、ピンチ、変身しました。だから変身ではないと言っているだろう。行くぞ、ルイジ。オッケー、見た、俺だったぞ。グリーン、グリーン大丈夫か。グリーン、このグリーンじゃない、このグリーンじゃない、この子グリーンじゃない。さあ、むちゃくちゃだ。ルイージグリーン、ルイージグリーンがやられてしまったのだ。何言ってんの。あ、と思った。みんな無事なようだな。もうこんだけプロペラ飛んでるやん。だろそりゃ。いいさん。よし、みんな、なんでこんなにポコッと出てきてるの。いや、みんな初ミッション、お疲れ様。お疲れじゃない。とりあえずクリアだ。思ったんだけどさ、このプロペラどうなってんの。ずっとくるくる回ってるし、しかもキノピオが乗ってんのに回ってるんだけど、意味がわからねえ。練り込んでます。いくぜ。さあ、みんなクリアだ。ウィーウィー。はい、ゴールしました、ゴールしました。はい、オッケーです、オッケー。初ミッションナイスです。ナイスなん。それではみんな聞いてくれ。キノコ戦隊マリオレンジャーは、なに、今日は訓練をする。そうだ、我々初ミッションなかなかね、クリアはできたものの、まだまだプロペラに慣れていないと思う。こっちに来てくれ。思ったんだけど、この土管どうなってるの。ただのブロックからなんかいっぱい出てきてるって。それは変身、えらいことになってんだろうが。変身キノコ無限増殖器だ。怖いわ。さあ、ここは下が海になってるから、海じゃない、川だ。そうそう、落ちないようにプロペラを使って。あー、落ちてきた。戻れなくなるの。飛んでいくから、飛んでいくから。じゃあ戻れない。飛んで、飛んでナイスです。キノピオお願いします。キノピオ、おお、飛んでったよ。取れない。オッケー、さあ行きましょう。あれミッションだったの。そうれ、飛べばいけるよ。こうやっていい感じに飛びましょう。オッケーです。ルイジさあ行きます。ソレイ、そうですね、こういう感じで綺麗に飛べばいい。これ一回ブルブルってやるといい。ゆっくり飛べるから。おりゃ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 。あ、やばいナイスナイス、オッケー。さあ、ここからは一般市民を助ける救助訓練をします。僕たちが一般市民なの。そうですね、このようにする。市民飛べるんだよ、オッケーオッケーオッケーです。じゃあこれで救出していきます。早く行くぞ。さあ行きます。一般市民が。いや大丈夫、いなかったことにする。オッケー、僕は一般市民じゃないから大丈夫だよ。このように。あー、何回キノピオ落ちてんだ。キノピオが助かればなんとかなる。それいいの。さあ上の方に行きましょう。でも一般市民ってこの世界によく思えばいないんじゃないの。訓練所ですから、訓練所。行きますよ、緑グリーンに入りましょう。緑グリーンってなんだよ。グリーングリーンじゃねえか。グリーン。さあ、こっからが難しくなる訓練所です。変身するぜ、グリーン。遅いだ。僕のキノコ取れてない。よし、じゃあこの矢印通りに行きましょう。下に降りていく感じです。おっ、助けて、急いで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 
の。そう、これでゆっくり落ちていこう。いきましょう。何これこれでいける、これでいける。はいはいはい、オッケーオッケーオッケー。いいですよ。プロペラの技術をアップする訓練です。どっちもいいの？どっちもいける。どっち行く？私はこっち。ここいきなりドリル回転でいきます。せーの。オッケーオッケーオッケー。ゆっくりいきましょう。これいいね、プロペラの技術アップですよ。なんか上の人もプロペラになってるけど。ついたついた。さあ、あ、行っちゃった行っちゃった行っちゃった。オッケー、行こう行こう行こう。早く下にちょっとだけ。はいはい、これでちょっとバランスを整えないと。いいね、いいですよ。ぶつからないように頼む。ピカピカピンク、ぶつかるじゃない、ピカピカピンク、ぶつかるな。30枚ピンクで取れなかった。あ、やめろやめろ、ぶつかるじゃない。ゆっくり落ちる訓練なんだ。なんだこれ、おりゃー、はばやせ、はばやせ。おりゃー、あー、乗り込んでんだ。おー、オッケーオッケー、いいじゃないか、みんな。で、おい、ルイジだけなんで変身してないんだ。兄さん、僕のこと忘れてたのかい。よし、これで加工訓練は終わりだ。さあ、次に行きます。レッツゴー。すいません、すいません。一般市民すいません。あ、戻ってきた。さあ、ルイちゃんもう何もできない、ただの人です。一緒に行きましょう。人言わんといて。さあ、今度はあっちにまたゆっくり飛んでいきましょう。せーの。オッケーオッケーオッケー。オッケー、キノコ発見。キノコ、キノコ土台発見。オッケー。ヒュー。いいね。オッケー、これでバイバイ。あ、なんかメリコンがすごいことになってた。よし、訓練は終わりだ。いいぞ、しゃばい。みんな大変だ、緊急指令が。まただ。司令本部からの連絡では、この超高層ビルの屋上にどうやら悪い奴らが出現したらしい。なんだって兄さん、それは大変だ。でもさっき何でしたから降りてきた。わざわざ行かなかったのか。いやいやいや、上から来たよな。わざわざ行かなかったのか。じゃあ一人じゃ危ないかなと。一人じゃダメだ。すいません。あなた勇気ないね、勇気ないね。勇気がありません。勇気ない、お仕置きが。なんで上に行ってる時に一緒に戦わなかったんだよ。ちょっと窓拭きしてたんで、窓拭き。何してんだ兄さん、バイトしてたのか。バイトとかじゃないだろ。とにかくでもこの高層ビルの一番てっぺんに悪い奴らがいるんだ。じゃあ今から行ってこよう。こいこう。我らキノコ戦隊マリオレンジャーの緊急出動だ。行ってきます。そっちかじゃない。とりあえずビルの中から行くんだ。ビルの中から行くって言っても、あなた上から来たのに、なんでそんな行くから入るの。途中まではエレベーターが動いてるから。行くぞみんな、出撃開始。トン。あれ。二人。バイバイ。ビルのエレベーターはここまでしか動いてないみたいだ。やつら電源を落としたみたいだな。電源どうやって落とす。恐ろしいやつらだ。よし、恐ろしくない。今度は上に行くぞ。さっきは下に降りる練習だったけど、今回は上に行くぞ。よし、練習じゃなくても分かんねえ。いけるいける。キノピコレンジャーが…キノピコレンジャーってなんだ。よし、いいぞ。高層ビルだからね、かなり上の方になると思う。なんでこんな階段なの。なんでこんなキノコが浮いてるんだ。いい感じの足場じゃないか。雲もあるの、顔があって。確かに雲が一応、雲が支えてる。で、しかも動かないって。あ、やキノピオ。あ、とんでもないことが。青が落ちた。青が。なんだって何。キノピコ、上から行けるか。飛んでみよう。行けるわけないな。行けるわけないな。なんであの続き上から行けたの。ねえ、いや、さっきは俺もここら辺までしか行けなかったんだ。いや、本当か。道が分からなかったんだ。どうやって降りるんだよ、じゃあこれ。降りれない。あなた、おかしいことしてるね。こっちから行けるんじゃないの、兄さん。なるほど。こっちから行けるの。当たり前でしょ。当たり前だ。中間ポイントだっけ。さあ、ここを抜けると反対側を抜けると。すまないみんな。よし、上行くぞ。せーの、イエーイ。バイバイ。オッケーオッケー、いいぞ。ちょっと待って待って、いた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 、見た今、見た。
やばい今度はこのプロペラフォームをチェンジする必要がある。さっきペラ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 うるさいんだけど行くぞ。ルイジ大丈夫？キノピコ聞いてくれ、上の階に着いたら一番左まで飛んでいくんだ。分かった。そこでモードチェンジができるはずだ。行くぞ。なんでそこに置いてないの。ここに置いてたら飛んでいけないじゃん。カウンター引く必要がある。ほら、いるぞ。行くぞ行くぞ。急げ。いけ。ゴー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 。モードチェンジ。ファイヤーフォーム。まだこれ返事してない。ファイヤーフォーム。よし、行くぞ。僕さっき当たってたのに完全に突き刺したから。すごい。よし、ファイヤーフォームだ。ファイヤーフォーム。行くぞ。ルイジ。痛いよ、兄さん。なんか、ロペラマイクの方がかっこよくない？でも倒せない。いけ。みんなで行けば怖くないはずだ。怖くない。みんなで行け。絶対おかしいことなってるからね。倒せるはず。いける。倒せたい。よし、一人倒したぞ。クッパがいる。いけ、ルイジ。クッパじゃなくてクッパジュニアだった、ごめん。クッパって何？いいぞ、ジュニアだね。ジュニアじゃないし、私たちの敵か。僕、完全に無視されてたよ。どうしよう、ハサミ打ちない。チェンジファイヤーフォーム。もうエッチュに。もうエッチュね。よっしゃ。来て。クッパ来た。あのクッパちっちゃい。あいつだな、あいつ。シャリクッパにした。ちっちゃいクッパだ。じゃないと高層ビルをぶっ壊される。なんであなたがこのビル作ったことになってるじゃん。いいぞ。キノピコ。やばい、これやばい。ルイジ当たる。背が高いから。おぉ、ギリギリ。よし、これほら、ダーサライト。みんな、ほら、ファイヤーフォームだ。ファイヤーフォーム。じゃあ、ルイジのこれだ。行くぞ。よし、ナイス。行くぞ、みんなで行くぞ。オッケー。ファイヤーフォームの勝ちだ。私のおかげなのに。痛い。キノピコファイヤー。ファイヤーって、違う、ファイヤーフォームにチェンジしたからだぞ。そこまで名前変えるとめんどくさい。オッケー、これで任務終了。ビルの屋上に鍵があるみたいだ。よし、なんで鍵があるの？下に行くからだろ。わざわざ鍵通りにしなくてもよくない？キノピオやられた。ああ、ここも降りるんか。あ、どうも。これでマリオレンジャーのミッションは終わりだ。さあ、基地に帰ろう。いや、それちょっと待って。何、どうした。なんでこんなところに雪だるま作られてるの？俺はわかんない。まあ、我らキノコ戦隊は悪党がいる限りなんだこの壁。行くのね。ナイス、キノピコレンジャー。我らマリオレンジャーは悪党がいる限り。早く教えてよ。いつでも戦いに行くぞ、ルイジ。そうだね。行ってない。はい、ということで今回はキノコ戦隊マリオレンジャー、このコースね、実際3つコース作ってますんで、アナキナのこの ID を使ってみんなも遊んでみてください。最後は高層ビルの対決、なかなか難しくなってます。ファイヤーモードでぶっ倒してください。アナキナ、食われてる。なんでアナキナが悪党になってんだよ。食われてるし。悪党フォームチェンジしてますよ。しかもずっと腕回してる。
やりたくならないか。やる気満々です。逆に痛くならない。はい、ということで今回以上です。この動画が面白かったらグッドボタン押してね。チャンネル登録もよろしくね。他にもたくさん動画があるんで見てください。見てね。それじゃあ次回の動画でまた会おう。バイバイ。バイバイ。あの子は